どうか我らを。まだおったのか。嫌なのかい。鍵縄の完成を見届けた後すぐ島を離れるのかと。船を探したいけど、あんたは鷹の恩人だ。志村様を助けるまで付き合うよ。それは心強い。皆を集めてくれ。なんて言えばいい。これより金田の木に向かい、叔父上を救うと。お前の甥が我が兵を追い回し、けだもののごとく八つ裂きにしている。己らが民に何をした。心根では分かってなお続く戦をした。わしは誉れをもって武勲を立てた。対馬の好機を正し平和をもたらしたのだ。己とは違う。奴もそう言ったな。だが奴は勲氏を残す前に死ぬことになる。勲氏とは死しても残るものだ。ああ、そうか。己の家は代々対馬を治めておるとか。確か先祖以来の城が北にあったのだったな。この目で見るのが楽しみだ。その間己はここに一人閉じ込める。誉れでも食って飢えをしのぐがよい。どうした龍蔵、何があった。みんな揃った。菅笠衆を待つ。いや、先に小屋で待っておれ。ジン。ご加勢、叔父上もお喜びになります。我が一族の仇討ちはしばし見合わせる。弟子の巴を追うのもな、地頭をお救いするのが先決だ。お二人がおれば救出も手軽いでしょう。まずはご支度を直に仕掛けます。待つとするか、後で会おう。お主の弟子敵に寝返ったと聞いたぞ。ざまあないな。今はよせ。年甲斐もなく若い女子と暮らすなど厄介の種でしかないぞ。あれは娘のような女子にとって父親など忌まいまし。おのおの方、潮時です。これより叔父上をお助けいたす。菅笠衆が誰一人来ておらぬようだが。しかれどもこれ以上は待てません。策は終わりで、酒井殿。私が鍵縄を使って忍び込み、のろし術を破壊します。皆は大手門を破ってください。叔父上は刺客に囚われておいでのはずです。城攻めに気づかれればお命が危うい。大手門から攻め入り、息肝を抜いてやればよい。いいえ、忍び込みます。それから刺客を目指し、叔父上を救い、大手門へと戻り退却しましょう。死にに行くようなものだ。打ち入れば負けます。闇に乗じて忍び入るのが肝心なのです。さながら野党か。それかクロウド。叔父上がお待ちです。いざ城へ。
立派だったよ。うまくいくと思う？行かせる。ここから登れそうだね。皆の元へ抜け、城の中で会おう。気をつけるんだよ。のろし術、まず万兵を倒さねば。
先生、ケンジとオーテモンの番は？心得た。ユナ、崖沿いの兵を始末しよう。任せときな。よし、橋で時を待て。誰か忘れておるぞ。あなたは、私と。この先の猛虎の兵器、以前は大きな妨げでした。こたびは我らが使う。ここを抑えねばなりませんな。不意打ちするか、または突き破るか。お主が決めろ。テンネグンベン、ユウェイ。扱いは試せばわかるさ。私が叔父上をお助けした後、追っておいてください。承知した。抜かるでないぞ。政子殿も。バンペイがいる。俺が先駆けだ。
衆がいたらこんなに苦労しないのに。腹を空かせた手下が寝返ったのかもしれんな。人を獣物に変えるのが戦の常さ。この橋はよく覚えておる。この高さから落とされたんだろう。よく生きてたね。確かにな。門が閉じてる。門を守れ。俺は他の道を探す。うん。崖を見て、向こうに渡れそうだ。せっせって名案だな。そうだろう。中に入れたらすぐに門を開けてくれ。待たせるね。そうね、ワンピングオース。
Oy, unokik ça harda? Arçin, arsan hunikin arçin. Enter samuray vadıkta, atla atırdık. Yamar nekim harbo? Şık. ユナ、ここを守れ。俺は叔父上のもとへ。死ぬんじゃないよ。龍蔵。クロードの首を差し出せば褒美をもらえるとさ。お前仲間が腹をすかしてんだよ。叔父上をお助けすれば召し抱えてもらえる。お前も武士になるのだ。そして死ねというのか。駒田での戦のように。龍蔵、叔父後にはお前がいる。あいつらには俺しかいない。
食わせなきゃならねえ。死ねはしない。友ではないのか。もう昔の話だ。お前もな、クロード。共に故郷を救おう。今じゃ猛虎のもんだ。竜蔵、侍だ、侍がいるぞ。答えよ、志村殿はどこだ。
さすが忠志の息子だ。この身を尽くします、叔父上。立たねば。まだだ。藩は豊玉に狙いをつけ北へと向かった。残された蛮兵は我ら二人に太刀打ちできん。加勢もあります。城を取り戻せる。共に勝ち時をあげるぞ。北にいる蛮兵殿を始末。さあ行くぞ。猛虎を買ってやろう。お供いたします。Hey!
先生、雅子殿、無事であったか。おいごのおかげです。そなたを救うと言い通しておった。無理だと突き返したが、こたびは心得違いであったな。ありがたきお言葉。皆が無事でよかった。多くの同志を失ったがな。一族も。足立殿は武人としての最後を遂げた。敵を討たねば、全ての対馬の武士のためにも。追手が来るよ。我らにかなうものか。続け。死んでいった対馬の武士の敵、政子殿、一人も逃がせない。皆の者、よく働いた。やったね。城は取り戻した。ご采配の賜物です。お前がいたからだ。これより蒙古どもの鼻を明かし、コトゥンハーンに意思を返すとしよう。見せつけてくれるわ、武士の意地を。